したことがない事故は、車の在り方や人々の暮らしまでも大きく変えていたのです。2010年の発売以来、日産リーフはバッテリー事故ゼロを継続。高い安全性でお客様の、そして社会の信頼を実現できました。2017年に登場した2代目日産リーフは、進化した e パワートレインや e メタル、電気の走りがさらに革新。プロパイロットやプロパイロットマーキングも搭載し、 EV の楽しさや便利さが大きく進化しました。その後、大容量バッテリーを搭載した e プラスも登場。航続距離だけでなく、蓄電池としての車の価値をさらに高め、一般家庭の約4日分もの電力を賄えるようになりました。 EV は移動手段としての車から生活を支える車へと進化しています。日産は2018年に日系自動車メーカーとして初めてフォーミュラー E に参戦。この挑戦を通じて全世界へ EV のエキサイトメントを発信するとともに、電動化の技術革新への挑戦を続けています。エンジンを発動のためだけに使い、日産ならではのかつてない発想が生んだ e パワー、より多くのお客様に 100% モータードライブの楽しさをお届けしたいと、開発以来ラインナップを拡大。さらに力強さ、滑らかさ、静かさが進化した第2世代 e パワーを登場。私たちはその魅力を海外へも広げています。日産は EV の新たな価値を支援し、持続可能なモビリティの発展に向けた様々な取り組みを行っています。例えば日本電動環境、EV を活用し、環境、災害対策など地域課題の解決や地方創生に貢献する取り組み。また、日産リーフから取り外したリチウムイオンバッテリーの再製品化事業もすでに開始しています。これドアどうやって開くんだ。ここまでは、日産の EV の過去から現在の挑戦を駆け足でご紹介してきました。ここからは、これから先のお話です。日産が世界を変え、車の未来の扉を開くという次のチャレンジは、日産アリアから始まります。私たちは2019年の東京モーターショーで未来の EV の